おにぎりです。で先の方がね結構柔らかくて高級な500キロから400グラムぐらいしか。今回は私宮崎が好きな焼肉の部位をランキング形式で発表してそれを食べるっていうだけの動画です。ほんわりとした感じですけども最後までできたらねお付き合いください。早速いきましょう。はい、私の好きな部位第5位、おにぎりです。これね三角バラっていうとこについてる部位なんですけども、三角バラってすごい霜降りなんですよ。で先っちょにねちょこっとだけ赤身の肉がついてるんですね。僕はこの部位ね名前がついてないってずっと思ってるんですね。でこういろいろこういろいろ検索して見ても全然名前が出てこないですね。でももう何人かの人がおにぎりって言ってるんでおそらくおにぎりらしいっていう感じです。1頭500キロから400グラムぐらいしか取れない、まあ、ちょっとしか取れない部位なんですけど、あの特別高級感って言ったらそんなことはないんだけど、僕は個人的にすごく好きな部位です。今日はのんびり動画なんでグリーンラベル飲んでみようかなと思います。うまい、美味しいと思うんですよ。めちゃくちゃ美味しいのに体がね受け付けてくれないんですよ。これがね困りますね。これねめっちゃ柔らかいんですよ。三角バラってすごい濃い部位なんですよ。なのに一箇所だけものすごく食べやすくてあっさりしてる。赤身なんだけどこのバラの旨味もちょっとあるっていう、美味しい。はい、続きまして第4位、イチボです。はい、これ有名なやつですね。大人気の部位ですね。イチボ、ラムイチっていうところについてる部位ですね。ランプとイチボに分かれて、ラムイチ。イチボですね。イチボっていう名前は、前ね、動画でやりましたけど、あの、H のボーン。このイチボのところに、ね、H 型のした骨がついてるんです。H のボン、H ボン、H ボンっていう風になった部位です。まあ見ての通りね、あの、ももの部位ですが、ちょっと霜降りになっているっていう感じですね。イチボってこうちょっと三角形みたいな形してるんですよ。こう、太いところからギューっと細くなってるんですけど、こうまあ断面があるんですけど、これね、先の方がね、結構柔らかくて高級なんですけど、これ結構ね、先の方です。いいところ。すごくね、ジューシーです。ジューシーだけど、この脂身がこう、なんていうの、こう、イガイガみたいな感じっていうのがこう、全くない部位ですね。霜降りだけど。はい、トップ3、第3位です。はい、中肉。肉ってみんなあんまり知らないかもしれないですね。焼肉屋行って中肉とか書いてないですもんね。こうもも肉なんですよ。外ももっていう、まあ、大きな部位についてる一部分なんですけど、これねさっき食べたイチボにつながってるんですよ。何が違うねみたいな感じなんですけど、なんて言ったらいいのかな。イチボはちょっとロースっぽい感じ、なんか高級な感じで、中肉は赤身の味を感じるみたいな部位なんですね。はい、こう中肉があってイチボになってて、食べたのは先の方食べて、今この辺なんですけど、まあももね、全部つながってるんで、全部つながってるけどちょっと違うっていう、なんて言うて売ってるのかな。これ焼肉屋さんとか普通にもも焼肉用とかいう感じだと思いますね、多分ね。うちでも別に、これ中肉切ってさ、並べるときあるやん。その、多特製ももやもんね。うちも売るときもね。うん、これもまあ前回の動画で言いましたけど、あの、スライスについてる部分のこの一部分でもあるんで、結構みんな知らずに食べてるっていう感じ。結構メジャーな部位なんで、多分みんな知らずに食べてるはず。食べる前からわかる。もう肉汁たっぷりっていうのがわかる。
ただただうまい。これ私の好きなランキングですしね、一般じゃないしね、僕の個人的なランキングなんで。残り2つ、第2位です。内ももですね。うちの店ではね、これ内平心っていう特別なね言い方をしてるんですけど、もうこのね2位と1位は僕の中ではちょっとこうぶっちぎってる感じです。こう1位2位がこうすごい上に君臨してて、あと下はちょっとわりかしこうまあまあ似てるかなーぐらいの感じで、もう僕のこの2位と1位はもうぶっちぎってる感じぐらい大好き部位です。ちょっとここテンションギュッと上がってきました僕は。この内ももね、あの前やももステーキを焼く、ももステーキをなんかこう作る動画で紹介してます。はい、赤身の美味しさをものすごく感じられる部位ですね。はい、来ました。はい、美味しい。うん、美味しい。焼肉屋さん食べに行って、この赤身なんですかって言って、あ、内ももですって言って、お、あ、宮崎が好きなやつやってこう思ってもらったらいいかな。それでは宮崎が好きな部位ランキング第1位はサーロインですね。僕結構動画でね、これ好きなんでねって言ってるから、どうせまあサーロイン1位なんやろみたいな思ってる人も多いかもしれないですけど、まあまあ僕はもうぶっちぎりの1位です。はい、大好きです。サーロインってね、焼くって言ったらね、もう 95% ぐらいの人はステーキで買われます。でも僕はステーキでは食べないです。焼肉にカットする。はい、もう香りが違います。ここにね、ここにももやし入れたの最強。はい、来ました。はい、美味しいです。ワインのおにぎりも美味しかったけど、もうねサーロインが100やったらおにぎり20ぐらいです、僕の感覚。そのぐらい大好き乗ってるんですかね。ロインって腰なんですね。でサーっていうのは称号なんですね。シェフがねロイン腰のこのサーロインを出した時にね、おいお前この美味しいお肉はどこだって言ったら、あ、王様これはロインでございます、腰のお肉でございます。そうか、それは素晴らしい、こんな素晴らしいお肉にはサーの称号をやろうということで、サーロインって。はい、賢くなったね。今回は私の好きな部位ランキングを紹介したんですけども、1万人登録ありがとうございます。北の方ありがとうございます。西の方ありがとうございます。東の方ありがとうございます。南の方もありがとうございます。この1万人登録っていうのは僕の中ではね、一つのねすごい目標だったんですよ。まあ、それをまあ達成できたっていうことはね、すごくね嬉しく思っておりますし、こうやってね見ていただいている方に本当にね感謝してます。本当にありがとうございます。で、僕闇雲にね、なんかこうもう1万人登録達成したので、僕の目標としてね、もう闇雲になんかもうだ、じゃあ3万4万5万とかになったらなりたいかって言ったら、そんな風に僕実は思ってないんですね。この動画なんてね、まあ大した動画じゃないじゃないですか。宮崎の好きなランキングですよ。これを今これ見てはる方っていうのはね、もう多分ねもうニッチなファンだけやと思うんですよね。だからそういう方を僕は増やしていきたいっていうか、そのああ宮崎やってるんだったら動画見ようかなっていう人を増やしていきたいなっていうのが正直な気持ちです。はい、視聴者さんからのコメントでもたまにいただくんですけども、なんかほんわりした雰囲気が好きですみたいな感じいただいたりとかするんですけど、僕やっぱそういうとこ目指してっていうかな、なんかそういう感じでやりたいんですよね。なんかチャンネル登録数稼ぎたいから、なんかこういうタイトルにしてそう奇抜なことやってとかっていうのは僕はあんまりやりたくないタイプですね。ということで長くなりましたが、1万人記念でプレゼント企画やります。
もうね、何が当たるかはわからないです。もう、細切れでも、筋肉でも、何でもいいぞっていう方だけ、応募してください。これね、10個、用意します。そしてですね、ちょっとね、これ見てください。はい。ステッカーをね、作りました。ちょっとね、これ、ちょっと前から、これあるでしょ？これ、気になってる方も、いたんじゃないかなと思うんですけど、うちのキャラクターで、萌えちゃんっているでしょ？行ってみよう、キラーンみたいな、いるでしょ？あれ、萌えちゃん24歳います。この萌えちゃん7歳です。これね、僕が書いたんですよ。マウスで書いたのを、デザイナーさんに印刷してもらったの。私、独自のデザインで作った7歳の萌えちゃんのステッカーなんですけど、これね、これ携帯なんですけど、こんな感じで貼ってもらえたら嬉しいかなって思ってます。ちょうど携帯に貼れるサイズで考えて僕は作ります。これはね、応募した方、もう全員プレゼントです。先着300名。もう300名っていうことはほぼ全員です。うちのチャンネルだったら。もうこの時点で見てる人多分300人いないんで、もう応募した方全員当たります。お肉当たらなか、もうお肉当たろうが当たらないが、当たった人にも入れるし、当たらなかった人にも、これ2枚入れます。必ず入れますし、貼ってください。もう1個あるんです。宣伝用のステッカー作ってくださいって言ったらこんなちっちゃいの。どうすんねんこれ。これも強制的に2枚です。だから2枚ずつ、お肉当たらなかった方にも、これは2枚ずつ。ぜひ、応募してください。あともう一個ね、特別賞みたいなの作ります。今までね、プレゼント企画で、今日除いてね、6回やってるんですよ。ね、毎回見てはる方はわかると思うんですけど、この6回、毎回毎回、合言葉っていうのを出してるんですよ。前回のだけ言います。前回の合言葉は、カメラマンはうさぎ年だったんですよ。うさぎ年や。で、カメラマン、うさぎ年合わせて一番最初をこう合わせたら6回あるんですよ。頭からね。この6回分、全部書いてる方。これ順不動でいいです。もうとにかく6回分の合言葉全部書いて、応募されてきた最速の方。1名。ちょっと僕豪華なステーキを送りたいなと思います。ちなみにですね、僕、今まで何回やったかなってずっと数えてて、宮崎もこう6回思い出すのに30分かかりました。自分の動画で、自分で合言葉決めてんのに、6個思い出すのに30分もかかった。え、どんな時計で動画見返して、あ、これやったっけみたいな、ああ、そうそうそう、みたいな感じで。だ結構ね、時間かかると思います。でも、ニッチなファンやったら、あ、この動画でプレゼント企画やってるっていうの分かると思うんで、ぜひね、チャレンジしてみてください。10分とか15分では多分ね、たどり着けない。僕でも30分かかったんで。というわけで、まあその6回は別として、今回のキーワード、もうシンプルです。1万人。もうこれでいきたいと思います。応募フォームが出てくるので、そこに合言葉はっていうところがここ必須になってるんで、そこに1万人って書いてください。もう漢字で、もうひらがなでも何字でもいいです。1万人って読めたら OK です。で、応募の仕方、初めての方もいらっしゃると思うんですけども、この動画のね、説明欄をクリックすると、ホームページのリンクが貼ってあるんですよ。で、うちのホームページをポコッと見ていただくと、カレンダーの欄があるんで。で、カレンダーのところにね、米印があるんですよ。米印。カレンダーの下のところに米印がポコッとついてるんですよ。その米印をね、ポッとクリックしてください。すると応募フォームが出てきます。まあ、名前とか住所とか。もう応募するだけだったらね、もう1分ぐらいで終わります。ステッカー僕は、貼ってほしい！何でもいい！第一希望は携帯。あとは何でもいいです。というわけで、このチャンネルは変わらず同じような感じでやっていきたいと思いますので、今見てくれてる方、本当に応援してくれてる方ばっかりだと思います。これからもね、本当にね、よろしくお願いいたします。たくさんのご応募、もうしてます！